皆様、こんにちは。学学部神学科の佐久松智と申します今日は u s ス y カトリックセンターにしばしば寄せられています質問の中から、旧約と新約の関係について短くお話したいと思います。この2つの旧約と新約というのは2つの側面を持った言葉です。1つは 聖書の中に出てくる契約の区別として、旧約と新約という区別をしますが、また書物としての聖書です、ね、その区分としても旧約聖書、新約聖書というふうに言われます。でいずれもです、ね、この区別はキリスト教の観点から区別したり区分したりするものです。まず 契約としての旧約と新約についてお話しいたしますこの契約という考え方は神と人間との関係を表す概念として古代イスラエル十二部族の時代にまで遡るのではないかと考えられていますでこの神と人間が契約を結んで 特別な関係に入ると、これが契約の概念ですが、新約ではですね、キリストの受難と復活によって、この神と人間との関係が新たにされた、それで新しい契約、新約というふうに呼びます。そそしてそれ以前の 契約を古い契約という意味で旧約と名付けます。ですので、この約という言葉は契約の約ですね。で、歴史を少しご説明しますと、左側のこの太い矢印、これはまあ古代イスラエル十二部族の時代からの歴史を表しておりますが、それが現在、 えー、2つの流れとして、ユ、えー、ダヤ教とキリスト教につながっています。でえー、聖書の中に、えー、物語られております、えー、契約、えー、それを、えー、その順番に 見ていただきましょう、えー、まず、ですね、えー、創世紀に出てきますノアの契約。これは洪水が終わった後神がノアにですねもう二度と洪水を起こして、えー、地上を滅ぼすことはしないという平和の契約を結んだという物語によるものです。そして、その次に、えー、アブラハムの契約がありまして、これはアブラハムを選んで、 えー、アブラハムの子孫を通して世界に祝福をもたらすという、えー、神の約束を表す契約です。えー、そして、えー、契約の中の契約これはあーモーセの時代に、えー、エジプトの奴隷状態から脱出して、えー、約束の地に至る旅の途中。 シナイ山で神と契約を結んだシナイ契約ですねそこでは十回とそして大きな契約の書という立法集が与えられますでその次に、えー、約束の地に入る直前、えー、モアブの平野で、えー、モーセが最後に、えー、この約束の地に入ってそこに住むときに守るべき立法という、えー こと,ことで新明紀の、えー、立法を与えますがこれが第二の、えー、立法、えー、ということで、えー、この市内契約、えー、とまた区別された、えー、契約になりますその後、えー、王朝時代ですね、えー、ダビデの王朝が始まるときに神はダビデを選んでそして、えー、王朝の永続を 約約束いたしますすそれがダビデ契約で,すであと王国時代古代イスラエルの王国が滅びるまでの間預言者がこの歴代の数多くの契約を神がいずれ刷新する時が来る新しい契約が結ばれる時が来るという予言をしております。 それがこの預言者がつけた新しい契約の予告なんですがそれがキリスト教とはキリストの受難と死による契約キリストの地による契約という形で実現したと受け止めておりますユダヤ教の方ではこのキリストの地による契約というものは認めていませんので えー、ここで、えー、イダヤ教とキリスト教が分かれると、えー、いうことになります、えー。しかし、その根にありますですね。えー、この、えー、預言者の告げた新しい契約への希望、そこまではあイダヤ教とキリスト教の同じ根の中にあるもので、共通の、えー、遺産です。で、えー この色を少し変えましたが、えー、水色の部分です、ね、市内契約と思わずの平野での契約、これは総務的契約と言われるもので、神が、えー、このとあ人間とが、いわば対等の立場で、えー、契約を結び、えー、神は、あこの、えー、民を選んであなたたちの神となる。そして、えー、あなたは、 私の民となると。な、え、る、ー、神はこの、えー、祝福を与え、民は神の望みを実行するという、えー、それぞれに義務を負うという総務的な契約です。えー、その、えー、以外にですね、もう一つのタイプの契約がありまして、えー、それは このオレンジ色で色づ編みかけした部分ですが、これは神の一方的な誓いによる契約です。もう神が、私はこう決めた、人間がそれに応えようと答えまいと、私が決めたことを必ず実現するということで、ノアの契約ではもう二度と生き物を、生命を滅ぼすことはしないという。 近いですしアブラハム契約はアブラハムの子孫ですね、えー、を通して祝福を世界にもたらすという誓いですし、ダビデ契約も同じです。ダビデの子孫は耐えることがないという、えー、神の一方的な誓いによるもので、えー、人間の側はいろいろと、ね、失敗したり罪を犯したりしますが、この契約は変わらない。えー、他方、市内契約、えー、新明記契約の場合は、 人間が忠実でなければ契約に忠実でなければこれが破棄されるとそれで預言者たちはもう二度と破棄されることのない契約心に刻みつけられた新しい契約を希望しまたそれを前もって告げたわけですもう一つの えー、聖書の区分としては、えー、この旧約聖書と新約聖書と、こちらは書物としての、えーえー、旧約、新約の区分です。旧約聖書は、あおそらくですね、えーまあ、諸説ありますが、あまあ、古いところは紀元前10世紀ですね、今からもう3000年ぐらい。 以前から書き始められて、紀元前2世紀頃までに大体こう書き継がれてきたさまざまな書物、それを一つにまとめたものですで。主にヘブライ語で書かれていまして、ごく一部アラマイ語でも書かれていますが、その分量はわずかです。それでヘブライ語聖書とも呼ばれます。 イダ、えー、教での呼び方は旧約聖書という呼び名ではなくて「えー、タナクです、ね」律「立法預言者書物」というふうに、えー、頭文字を取って「タナク」と呼んでおります。えー、キリスト教徒は、えーまあ、この、えー、旧約聖書が、ね、紀元前2世紀にはほぼ現在の形を整えて、えー、いましたので、えー イエスの時代にはもう聖書といえば現在の旧約聖書としてもまとまっていました。そして当時の共通語としてギリシャ語が使われておりましたがそのギリシャ語にも翻訳されていきました。その中の最も有名なものは72約聖書でこれはキリスト教徒も受け入れてアグスティヌス えー、などの時代までまだ、えー、この西ローマ帝国内でも、えー、聖書はギリシャ語で、えー、教会で読まれていました、えー、しかし、まあ、それは分からない人も多くなってきたので、えー、ラテン語にも翻訳されるというふうにさまざまな言葉に翻訳されていきましたですので、えー、旧約聖書はこれはユダヤ人の聖書ではなくて 初めからですね、イエス自身も聖書として、聖書といえば現在の旧約聖書ですね、で、として読んでおりました。で、キリスト教徒はこの聖書として読み継いだわけですが、それと同時に自分たちのですね、文章を加えていきました。え、福音書ですね、イエスの生涯の物語、あるいはパウロが えー、あちらこちらの教会に送った手紙これが集められたですねパウロ文書、えー、などですね、えー、そういう文書が集められていって、えー、それもキリスト教徒は聖書として読む,読むようになりました、えー、でその部分が「新約聖書」と呼ばれる部分ですですのでユダヤ教では、えー、キリスト教徒が旧約聖書と呼んでいる部分が聖書ですが、えー キリスト教では、この旧,、えー、旧約聖書プラス新約聖書、この全体が、えー、聖書です、えー。旧約も新約も、えー、神の言葉を伝えるものとして、えー、読んでおります。で、えーまあ、現存する、えー、聖書の写本をですね、最後に、えー、見ていただきましょう。まず、旧約聖書の 例から見ていただきますと、今、伝わっています最も古い聖書の写本ですね、もちろん原作、原著者、原著は残っていないですね、何代もあたって書き写されてきたものですが、その中でも古いもの、これがクムランの文書です。 この四海の北西の乾燥した荒れ地の崖の中のホラー穴にですね、この壺に入れて収められていたのが、第二次大戦の終わる頃偶然見つかりました。11のホラー穴に膨大な量のこの巻物が。 発見されたわけですが、その中で重要なのは、この聖書の写本がです、ね、見つかった。それが大体年代から言いますと、この紀元前2世紀から紀元後1世紀にかけての時代です。ですので、今から2000年前に、 作られた政府書の写本が、えー、見つかったで,す、ねでえーまあ、代々3000年にもわたって書き写されてきたので、えー、書き写しの間違いが数多くあるんじゃないかというふうに想像されたりしたんですがこのクムランの、えー、巻物の発見によって、えー、実は2000年の間ほとんど、えー、間違いが入らない で正確に書きき写されてきたんですね、えー、この書、えー、巻物聖書の巻物をですねで後の時代に正確に伝えるために本当に、えーぼえー、気の遠くなるような努力が積み重なれてきたのだということが、えー、実際に証明されることになりました。でこれは今見ていただいてますのはあそのの 巻物が収められていた壺とその中に入っていました、イザヤ書の、えー、写本ですね、えー。これ、拡大いたしますと、えー、このような、えー、ヘブライ語の文字で、えー、書き写されています。まあ、上の行から下,下の行へですね。しかし、右から左へと書いていきます。えー、で文字はあ、これはもう、あ荒、えー、い 語からですね、で使われている文字が採用されています。で、このフクムランの巻物の発見は大変な、もう聖書学上の大発見で、その影響はまだですね、十分にこの掘り尽くされていない大変な 宝物ですが、それとですね、もう一つご紹介したいのは、このレニングラード写本というものです。レニングラード写本は、大体紀元後、11世紀、今から1000年ぐらい前の、1000年以上前になりますかね、の写本で、 レニングラードですね、ペテルスブルクにロシア皇帝がこれを買い取りまして、今はロシアにある写本ですが、このレニングラード写本も非常に正確に書き写された写本として有名でありまして、現在、 この旧約聖書の翻訳のもとになるヘブライ語は、えー、このレニングラード写本のヘブライ語が、えー、基準になっています。で、えーまあ、このレ,レニングラード写本、えー、これがあ、えー、この伝わってくる、えー、にはですね、えー、これもまたあユダヤ教の中で、えー、この写本が非常に重要だと。 いうことが、えー、認められてそして大切に保管されてきたからに他なりません、えー、旧約聖書の写本の場合はこれは、えー、書き写してです、ねえー、新しいものを作るときに つまりこれまで使っていた巻物がですね、えー、使っているうちにだんだんと汚れたり、えー、破れたり破損してきます。それで新しい写本を作り直すわけですが、神の言葉というものは、いつも生きているものであるという考えからですね、ユダヤ教の伝統として、新しい写本を作ったらもう古いものは 破棄してしまう、焼却したり埋めたりですね。ですので、えー、この古い写本というのは、えー、それほど多く残っているわけではありません。えーまあ、このレニングラード写本は、えー、その価値が特に認められて大切に、えー、保存されてきたものです。次に、えー、現存する聖書の写本の中で、 新約聖書の例を話し、えー、見ていただきましょう。まず最初は、えー、これは、えー、市内写本というものです。えー、これは、あの旧約聖書と新約聖書、両方を含む、えー、写本ですが、ご覧になると分かりますようにこう、製本されています。えー、つまり、巻物ではなくて、えー、現代の本のようにですね、えー、この1枚の洋筆紙、 にそれを神のように使って書いていってそれを閉じたものになっていますコーデックスというタイプの写本です巻物とは違うタイプですねこのコーデックスという形の写本はこれはキリスト教徒たちが一般的に聖書の 作り方として、えー、広めていったと、えー、考えられています。イダヤ教では聖書は巻物としてですね、えー、街道で朗読しです、ねえー、広げて朗読した後はそれをまた巻き取って、えー、棚に収めるというそういう使い方をしましたがキリスト教徒たちはこう、えー、一種のメモですね、えー、便箋に書いてそれを閉じたものそれを普段使っていてそれを聖書に 応用したんですね、えー。ですので、えーまあ、ページをくるのも優しいし、えーこのえー、使いやすいど,、えー、どこでも持っていきやすいという、えー、そういう利点もあります、えー、それで新薬の場合は新約聖書の場合は非常に多くの写本が作られました。えー その数は数えきれないと言ってもいいぐらいですね。それで、祖生乱造の面もあります。しかし、その中で今見ていただいています、市内写本、紀元5、4世紀300年代ですね、キリスト教が公認されたこの、 だいたいその頃ですが、その頃に作られた写本で、これがギリシャ文字で書かれています。つまり72訳聖書ですね。それと新約の文書が合わせて一冊の本になっているものですで。もう一つ、もっと古いものを見ていただきますと、聖書の写本の中で最も古い 現在のところですね、最も古いとされていますのは、パピルスですね、52番という番号が振られている、本の断片なんですね。パピルスの場合は、パピルスの茎の繊維を、この、圧着して、粗い紙のようなものを作って、そこに書いていきます。非常にこう脆い、壊れやすいものです。 ですので、えー、パピルスの古い写本は断片でしか残っていないものが多いんですが、これは紀元後2世紀、つまり100年代ですね、イエスの時代から約100年後、えー、のヨ、えー、ハネ福音書の、えー、写本です。えーまあ、残っているのはこの一部ですね、18章の31節から32節。 それから37章から,節から38節とで。イエスが十字架につけられたのが紀元後30年くらいですね。パウロの活動した時代が紀元後50年頃。そしてヨハネ福音書が書かれたのが紀元後100年くらいと言われています。そうすると、そのヨハネ福音書が書かれてわずか 10年か20年後に作られた写本ということで、非常に古い時代のものを現在に伝えています。これが最も古い新約聖書の写本です。このようなパピルスの写本と、それから市内写本のようなこの洋皮紙に書かれたコーデックスですね。こののようなものが もう一つ、非常に質の高い、正確に書き写された写本として有名なのが、このバチカン写本ですね。これはバチカン図書館に入っています。市内写本とほぼ同じ頃、紀元後4世紀のものですが。 どういう経緯で図書館に入るようになったのかそれはよく分かっていません。市内写本の方はこれは歴史がよく分かっていまして市内半島にあります聖カタリーナ修道院で、ね、ギリシャ聖教会の修道院ですがそこでもう古くなった聖書の写本を ビビリリ破っててて捨ようとしいたたまたまそこを古い資料を探して旅をしていた古文書学者が気がつきましてこのゴミ箱に捨てられている切れ端を見てこれは古いものだと分かってそれでこれを譲ってほしいと願ったそうです。 で、修道院の修道士も、その人物がどういう人かよく分かっていましたので、この人が欲しいというんだったら、まあ、もう、きっと貴重なものに違いないというので、捨てるところをですね、すぐにやめて、高い値段で譲ったという、そういう歴史が残っております。このような写本 が現在にも伝わっておりまして、えー、この聖書の写本を比べていきますと、えーもうえー、何百年何千年、まあ、何千年ですね非常に、えー、長い期間に非常にこう正確に書き写す何代も何代も書き写してきたということが分かりますでは最後にですね、えーまあ、あの一つの えー、質問の、えー、ポイントとして最後に旧約と新約の関係についてですねお、えー、話したいと思います、えー、この、えー、旧約聖書と新約聖書これはまあ書物として全体としてまあ聖書として読むとつまり、えー、キリスト教とユダヤ教でそれぞれ聖書はの範囲は違いますが しかしキリスト教徒にとっては聖書としては両方とも聖書として呼んでおります。そうするとキリスト教の立場からするとこの旧約聖書というのはあるいは旧約の時代というのはこの新約にキリスト教徒にとってどういうつながりがあるのかという疑問が当然生まれてきます。 古代イスラエル十二部族、ね、それはもう、えー、ずっと以前に、えー、消滅してしまっています。えーまあ、その流れを組んでいるのが一方で、えー、キリスト教ですし、他方でユダヤ教ですね。えー、ですので、キリスト教の立場からすると、もう旧約の時代はすでに古いものとしてですね、えー、過ぎ去った新約、新しい契約が結ばれたので、もう約、えー 古い契約は廃止されたという考えが当然、えー、考えとしてありえます、えー。それを、えー、聖書の書物の関係から言うと、えー、新約聖書があれば、もう旧約聖書はいらないと、えー、旧約聖書を読む必要がないとです、ねえー、いうことになります、えー。で、クエスチョンマークをつけたところからお分かりになると思いますが、えー、この キリスト教徒は最初から旧約聖書も新約聖書も合わせて聖書として読んでいましたからこの旧約は廃止されてもいらなくなったという考え方がおかしいということがお分かりになるかと思います。それで,のでこの第一の考え方はこれはま間違っているというべきです。 しかしですね、もう少し複雑な関係を考えることも可能です。それは、この旧約の意味はですね、新約になってその全ての意味が初めて明らかになるんですね。アブラハムが選ばれて祝福の源になるとか、ダビデの王朝は絶えない、ね、しかし今、今絶えてしまったんですが、それはメシア、 新しい指導者ダビデのような王の再来の約束として受け継がれてキリスト教徒はそれはイエスのことだユダヤ教徒はまだメシアの到来を待ち続けているわけですですので新約の時代になって旧約の意味が初めてはっきりするとそしてまた新約の意味は旧約聖書からですね 照らされて、その意味が、えーこのえー、分かる。旧約が新約を説明していると。まあ、こういう関係、これは第2バチカン公会議の、えー、刑事検証、デイ・ベルブンという文書の、えー、中に出てくる定義です。ですから、えーまあ、この、えー、旧約の予言ですね、新しい契約、あるいはメシアの予言。 それはキリストを予告するものですね。えー、というふうにも、えー、説明されます。で予言と成就、えー、旧約で予言されたものが、新約において実現したとです、ねえー。しかし、まあ、この考えはあ、確かに一つですね、重要な正しい面を持っていますが、しかし、それだけでしょうかとですね。えーやはり 予言されたものが成就したということだったら、もう成就したものさえあればいいわけで、えー、予言はもういらないですね。もう予言は、えー、実現したら過ぎ去ってしまうわけです。えー、ですので、えー、この、もしこれだけですね、予言と成就という関係だけだったら、第一のですね、えー、旧約は廃止され、新約に移ったという考えと、えー ほとんど同じになってしまいます。やはり、えー、それ以上の、えー、意味があるはずですね。そうでないと、えー、旧約と新約一つのものとして、えーこう、読むことができないですね。えー、で、えー、やはり、えー、聖書としてはです、ねえー、一体の、えー、書物として、 聖書としてですね、旧約も新約も読まれなければいけない。これは、えー、このキリスト教の伝統の中でですね、初めから今に至るまで変わりません。ですので、えー、この旧約、新約という、えー、定義が、あるいは名称が、えー、間違っているのではないか、えー、あるいはこう先入観を抱かせてしまうのではないか、ですね、えー、この契約が、えー ノアの契約から始まって、えー、アブラハム契約、シナイ契約ですね、ダビデ契約、えー、このように何度も契約が結ばれてきて、そして最後に完成としてイエスにおけるです、ね、契約、えー、としてその頂点を迎えた、えー。そういう一連の契約として、神と人間の間の、えー、長い長いドラマのですね、えー、その頂点として、えー この新約のです、ねえー、出来事を受け止めたらどうだろうかという考えも、えー、あります。うまあ、実際には、えー、この旧約と新約の関係というのはまだまだ、えー、考察を深めるべきです、ねえー、重要なそしてまたあ未解決の、えー、面を持った、えー、課題です。えー、ぜひです、ね、皆様、えー、旧約聖書 聖書ですね、一度通して読んでみられたらいかがでしょうか。このさまざまな物語があり、歌があり、ことわざがあり、そしてまた手紙、パウロの手紙のような手紙があり、その中にはさまざまなジャンルの作品が集められています。 その数はですね、非常に多い,多いんですが、しかし、通して読みますと、えー、何か一つの一貫した、えー、流れと言いましょうか、えー、その様々な書物を通して、一つの声が、えーこう、その背後から、えー、響いているような、ね、そのような、えー、統一性を持った、えー、書物群として、えー 成り立っているんだということを、えー、実感していただけるんじゃないかと思いますそう今日は新約旧約と新約についてお話いたしました、えー、少し、えー、長くなりましたがあご静聴ありがとうございました